おそらく死刑執行の時間だろう。おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければなんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。艦ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。俺たち溶けてない。予言は嘘だ。デマだったんだ。嘘だった。